まあ、なんか特に俺は港町で魚とねえば、トン数が少ないから一層あたりに、去年が7トンなら8トンだけども一層あたり、1日の商売ね、今年は5トンはかないから一層ね、安いから、お金はならないさ。つないわけにいかないから、サンマまでのつなぎだから、サンマは7月末あたりから、今から、あと7月末までやって、あと5月から大目やんなきゃっても、米流し、どうもないから、もう一回新たに作りに来たね、油は高くなる。他の人間、冷蔵庫でも何でもさ、市場でも何でも、服がそうそう。ダメだとね、取ってきても、安いし、腐らせてしまう。腐ると、全然進まないし、うちは流されて、うち稼いずついたからって、それって、いつ立ててやるんだもんないしね。ああ、まだまだ5年、7年かかんでないの。まだ元取りになるもんね。やっていくぞみたいな。あれはでもそういう全然ダメだね。